皆さん、こんにちは、ジョージです。今日はですね、前回、フジロックにクラフトワークが出演するということで紹介をさせていただきまして、今度はサマソニの方にですね、アンダーワールドの出演が決定いたしました。なので今日は、アンダーワールドを紹介、解説をしていきたいと思います。最後までご視聴ください。はい、アンダーワールドはですね、イギリス出身の二人組のアーティストになります。最初はですね、スクリーンジェムズというですね、バンドで活動をしておりまして、その後バンド名をですね、フルールという名前に変更します。で、このフルールは、プロデューサーなんかも、クラフトワークのコニー・プランクなんかを迎えてですね、まあエレクトロポップっていう感じのバンドになってます。そして1983年に、ドゥードゥというですね、シングルを発売しまして、これがヒットしまして、イギリスで最高59位でニュージーランドで17位を記録します。トム・クルーズ主演のバニラスカイという映画でもこの曲が使われておりますね。で、このドゥードゥっていう曲のライブ映像がですね YouTube でも見れまして、若かりし頃のですねカール・ハイドのロン毛時代の動画が見れるので、まあぜひ興味ある方はリンクを貼っておくので見ておいていただいてもいいと思います。で、このドゥードゥのヒットでですねバンドは売れていくかと思われたんですけれども、その後出した2枚のアルバムはですね全く売れなかったんですね。そして1987年にですねバンドメンバーを新たに加えてですね、名前をアンダーワールドという名前に変更します。これはフルール時代にですね音楽を担当していた1985年のホラー映画でアンダーワールドという映画がありまして、そこから撮ったというふうに言われております。そしてアンダーワールドになってから1988年と89年にですねアンダーニースザレイダーとチェンジザウェザーというアルバムを出します。で、このアルバムはですねまだちょっとこうフルール色が残っていて、結構ロックでファンクなアルバムになっているんですけれども、一部の国ではですね割とセールスは健闘したんですけれども、大きなヒットというところまではいかなかったんですね。で、そして1991年にですね、まあ、3枚目のアルバムをレコード中にですね、まあ、レコード会社と契約を切られてしまって、メンバーもチリジリとこう抜けていって、もう最終的にカール・ハイドとリック・スミスだけになります。で、バンド活動とかもほとんど行っていなくて、まあ実質も解散状態になっていたんですね。そして1992年ですね、当時もイギリスでもめちゃくちゃ人気のあった DJ ですねダレイン・エマーソンが加入をします。そこから一気にですねアンダーワールドはテクノ路線に変更していきます。そして1993年にレズというですねシングルを発売しまして、で、これがもうクラブでですねもうヘビープレイをされてですねめちゃくちゃ人気が出るんですね。もう本当に20世紀を代表するテクノアンセムと言ってもいいぐらいの曲ですね。僕もレズすごい大好きです。この曲はですね日本でも電気グルーヴのラジオ番組でいち早く紹介されまして、このシングルを求めてですねクラブミュージック系のお店がすごく行列ができたとも言われてますね。そして1993年にですねダレーマーソンが入ってから、まあ、最初のアルバムダブノーベースウィズマイヘッドマンを発売します。これがイギリスサートで12位、そしてオランダで71位、日本でもオリコン257位に入ります。当時のメロディーメーカーっていう雑誌でもザ・ストーン・ローゼスやプライマル・スクリームのスクリーマ・デリカ以来の最も重要なアルバムという風にも言われて、アンダーワールドはこの先もきっと唯一無二のバンドになるだろうという風に言われ、大絶賛を受けるんですね。で、ちなみにこのジャケットはですねアンダーワールドのメンバーも含めた数人で結成されているトマトで制作されてますね。その後もアンダーワールドのアートワークとかミュージックビデオもトマトが結構手掛けております。僕も個人的に展示会は原宿のラフォーレに見に行ったこともありますね。で、そして1995年にですね、まあ、皆さんもご存知かと思うんですけれどもボーンスリッピーというシングルが発売されます。これが翌年1996年のトレインスポッティングという映画で使われましてですね、映画も大ヒットして音楽も大ヒットするわけなんですね。この曲でですね、まあ、世界のアンダーワールドとなるわけなんですね。で、この曲はですね、もともと A 面にボーンスリッピーっていう曲が入ってて、B 面にボーンスリッピーナックスっていう曲が入ってて、B 面の曲が映画に使われたんですね。で、この曲はイギリスのシングルチャートで2位、イタリアでは1位、でベルギーでは4位、ドイツでは13位となりまして、トータルセールスも100万
万枚以上売れたというふうに言われております。でまあこの曲が一気にアンダーワールドのまあ代表的アンセムとなるわけなんですね。でこのボンスリッピーがイギリスチャートで当時2位だったので、じゃあ逆に1位って何なんだろうということで僕ちょっと調べてみたんですけど、ちゃんと正確なものが出てこなかったのでちょっと合ってるかわからないんですけれども、おそらくスパイスガールズの Say You'll Be There という曲ですね。ファーストシングルの Wanna Be でまあめちゃくちゃスパイスガールズ売れて、でこのセカンドシングルでもまたこうめっちゃ売れたっていう曲ですね。ボーンスリッピーはちょっとスパイスガールズには勝てなかったというわけですね。まあちょっとスパイスガールズかどうかは 100% 定かではないんですけども、申し訳ございません。でこのトレインスポッティングという映画はもうほんと素晴らしいダニーボイルの映画になるんですけど、もともとはこれ原作がありまして、アービー・メルシュっていう人が書いた原作がありまして、当時のドラッグカルチャーとかレイブカルチャーの驚異的なこう文学現象を生んだ作品でもあるんですね。でこの作者自身もドラッグ中毒にもなったことがあって、1993年にこのトレインスポッティングっていう作品を発表するんですけども、これがまあ出版から3年で50万部のもう大ヒットをするわけなんですね。それがまあ映画になって最も成功したイギリス映画の一つになるわけなんですね。最初はですね、この監督のダニー・ボイルがアンダーワールドに打診をして、ボールスリッピーを映画で使わせてほしいという風に頼んだんですけれども、アンダーワールド側は拒否をしてるんですね。まあ、このトレインスポッティングの原作が割と快楽主義的な側面もあって、アンダーワールドの音楽が薬物使用と関係があるという風に思われたくなかったみたいなんですね。ただダニー・ボイルはいやそんなことはないと、映画をですねアンダーワールドに実際見せてですね、実際見てみると、まあドラッグを美化したっていう作品ではなくて、まあご存知の人も多いと思うんですけれども、薬物中毒とかの恐ろしさをこう表現した映画になっていたので、まあ最終的にはボーンスリッピーを使うことを快諾したわけなんですね。でこのボーンスリッピーっていう曲はカール・ハイドのインタビューでもあったんですけれども、いろんな意味で最高の曲だったし、いろんな意味で最悪の曲だったというふうにも言ってるんですね。ボーンスリッピーっていう曲でアンダーワールドのことが知らない人たちも知るきっかけになったことはすごくいいんですけれども、この曲自体がアンダーワールドそのものを定義するようになっちゃってて、まあアンダーワールドって何という風に聞かれた時に、ボーンスリッピーのバンドでしょという風に、アンダーワールドイコールボーンスリッピーみたいになってしまってたので、その部分でちょっとこうカール・ハイドは少しこう難色を示したっていう部分もあったみたいですね。まあでも後々考えるとこの後も数々のヒット曲もあるし、僕も当時すごいボーンスリッピー熱狂的にはなったんですけど、あんまり今はアンダーワールドイコールボーンスリッピーっていう感じには途中からならなくなりましたね。皆さんはまあどうお考えでしょうか。まあ、これだけ世界でヒットするってなると、まあまあまあ多少はしょうがないことでもあるんじゃないかなというふうにも思ったりするんですけども、まあそういうふうに発言してたりもしますね。そしてボーンスリッピー発売直後ですね、1996年にですねセカンドタフエストインザインファンツとアルバムを出します。まあ日本語の放題で2番目のタフガキというふうにも言われてますね。でまあこのアルバムはボーンスリッピーは収録は特にはされなかったんですけれども、トレインスポッティングともう ほぼ同時期に発売されたので、これもこれで商業的に成功をするんですね。ドラムベースの影響なんかも受けているというふうにも言われております。そして1999年にボークビッシュというアルバムを出します。でこのアルバムでまあ史上も最大規模の世界ツアーを行います。でその時のツアーの模様が収録された DVD エブリシングエブリシングも発売されます。で僕もこの DVD は当時僕の家には DVD プレイヤーとかもなかったし、 DVD を買うお金も持ってなかったので友達が買ってたので、まあ、友達の家に見に行ったっていうのを覚えてますね。でこのエブリシングエブリシングはこれもトマトが映像を編集してるんですけど、ちょっと割とアーティスティックに編集されていて、もっとライブの臨場感とかライブで行われている様子をもっと見たいんですけど、まあちょっとそれがなかったので少しちょっと残念だったっていう思い出はあります。ただまあこれエブリシングエブリシング見た人はすごく多いとは思うんですけど、まあ本当にあのまあ名盤 DVD ですね。他
元ファットボーイスリムのブライトンビーチみたいに、まあ、当時のあの観客とかライブのあの臨場感みたいなのをちょっとこうもっと見たかった部分はあったっていうのはあったので、まあちょっとこれは好みあるかと思うんですけども、まあ、そんな思い出なんかもあります。このアルバムを最後にですね、ダレイ・ムーソンが脱退をします。まあ、脱退理由はですね、まあ、カール・ハイドのインタビューによると、グループ自体にもうそもそもあんまり興味がなくて、 DJ としてのキャリアを追求していきたいというところにもっと興味があって、グループにすごくこう囚われすぎてるっていう部分があったみたいなので、ソロ活動にもっと専念したかったという理由でですね、ダレイ・ムーソンが抜けるわけなんですね。まあ、ダレイ・ムーソンの加入によって音楽路線も変わって大きく売れてったアンダーワールドは、ダレイ・ムーソンが逆に今度抜けたことによって停滞していくんじゃないかとすごく言われたりもしたんですけども、全くそんなことはなかったんですね。2002年にですね、 100 Days Off というアルバムを出します。で、このアルバムの中に入っている2 Months Off という曲がですね、まあボーンスリッピーに続くまたアンセムとなるんですね。で、シングルチャートでも1位を獲得しておりまして、アルバムはビルボードの電子音楽アルバムチャートで2位、日本のアルバムチャートでも7位で、ベルギーでも6位を記録します。で、ここでもワールドツアーが行われて、フジロックにも出てますね。ダレイ・ムーソンが抜けても依然テクノサウンドっていうのは変わらず、まあ、少しこう軽やかになったっていう感じの印象はあるんですけども、バンドが停滞するんではないかっていうのは全く覆していくわけなんですね。そして2003年にはですね、初のベストアルバムを発売します。シングル曲とかアルバム未収録曲とか、まあ、サントラにしか入ってない曲などを集めた、まあ、10年間のアンダーワールドの曲が収録されております。で、このアルバムはイギリスでは43位で、日本では7位ですね。僕もこのアルバムは買いましたね。で、この後世界ツアーを行いまして、まあ、ライブイン東京っていうですね、2005年にエレクトラグライドで行ったライブのアルバムも出しますね。結構アンダーワールドってやっぱり日本でも人気があったし、アンダーワールド自体も日本が好きだったし、割とこう日本も市場にすごく視野に入れてたんだなっていう感じはしますね。そしてその後アンダーワールドはですね、リバーランドプロジェクトというですね、ダウンロード限定の楽曲を発表します。リバーラン3、リバーラン5、リバーラン5という風に曲がなってて、まあ、1曲30分近く入ってるんですけども、全部の曲をこう繋げた曲になっていて、プラスカールが選んだ写真ギャラリーとかも入っているダウンロード限定のアルバムを出します。で、ここで使われた曲はダニーボイルのサンシャイン2057っていう映画でも使われてますね。まあ、結構テクノだけじゃなくてダウンテンポだったりアンビエントな感じの曲なんかも入ってて、割とこう実験的な感じの要素も見れるアルバムになってますね。ちょうど2001年に iTunes が登場して、音楽のダウンロードっていうのがこう活発になってきている時期ではありましたね。そして2007年にですね、7枚目のアルバム Oblivion with Bells というアルバムを発売します。このアルバムがこう割とちょっとこうダークなアンダーワールドっていう感じがして、結構意外と僕好きだったりもするんですけども、リバーランシリーズと同様、割とこう実験性が少しあったりもしましたね。ダウンテンポとかアンビエントとか、ちょっとこうトリップホップのような感じの要素も入ってるアルバムになってますね。そして2008年にはダニー・ボイルの映画サンシャイン2057というですね、サントラも制作しております。これキリアン・マーフィー主演で出ていて、もうすぐ3月の下旬にオッペンハイマーというですね、僕も 今一番楽しみにしてる映画があるんですけども、キリアン・マーフィーすごい好きなんですけども、これちょっとこう宇宙映画で動画作るにあたって結構ちょっと見たくなっちゃったので、ちょっといつかこのサンシャイン2057見ようかなっていうふうに思ってますね。そして2010年には8枚目のアルバムバーキングを発売します。これはロンドン東部にあるバーキングという地名から撮っています。で、まあ、このアルバムは個人的にはですね、 Always Love Do a Film っていう曲が、まあ、結構中毒性があって、
ここ最近のアンダーワールドだとこの曲をめちゃくちゃ僕は聴いてますね。結構この曲好きな人多いんじゃないかな。で、このアルバムから、まあ今までのちょっとこう実験的な試みをしていたアンダーワールドから、またちょっとこういつものアンダーワールドカムバックっていう感じになってる印象がありますね。で、このアルバムをイギリスのアルバムチャートで26位を記録します。そして2011年にはダニー・ボイルのまた新作映画、フランケンシュタインのサントラも担当しております。で、その翌年2012年にロンドンオリンピックっていうのが開催されまして、開会式の音楽ですね、2曲。この音楽をアンダーワールドがやっていて、このロンドンオリンピックのサントラが出てるんですけれども、36曲中11曲アンダーワールドが担当してますね。いつものアンダーワールドっていう感じではなくて、もっとこう力強い、まあオリンピックっぽいような曲になってますね。YouTube で見ることはできるので、興味ある方は見てみていただければと思いますね。で、その後、アンダーワールドは、カール・ハイドとリック・スミス、割とこう、ソロ活動をしていきまして、カール・ハイドは、まあ、ソロアルバムを出したり、ブライアン・イーノとの共作を出したり、マシュー・ハーバードと舞台用の音楽を作ったりと、結構アルバムを出していきますね。もう全然アンダーワールドとは違う感じ。もうほんとカール・ハイドの、まあ、コーラスっていうかな、歌物のアルバムになってますね。で、リック・スミスはダニー・ボイルの新作映画トランスでサントラを担当してたり、バビロンっていうドラマシリーズの音楽もやってますね。そして2016年にですね、9枚目のアルバム、バーバラ・バーバラ・ウィー・フェイス・ア・シャイニング・フューチャーというアルバムを出します。このアルバムでグラミー賞の最優秀ダンス・エレクトロニックアルバムでノミネートもされます。前作のバーキングからまあ6年ぶりのアルバムの発売となりますね。このアルバムで、まあ、グラストンベリーに出て、サマソニーはヘッドライナーとして出場してますね。この2016年に出た時のサマソニーのヘッドライナーがアンダーワールドと、その次の日がレディオヘッドですね。まあ、これ言ってる人も結構いるとは思うんですけど、まあ僕はちょっと残念ながら言ってはいないんですけど、アンダーワールドはですね、ソロで来た時に、どこだったかな、ちょっとどっかのアリーナだったとは思うんですけども、見には行ってるんですけども、フェスではまだ見たことはないですね。で、ちなみにグラストンベリーの1日目のヘッドライナーがミューズで、2日目がアデルで、3日目がコールドプレイになってますね。全部ポップロックなから、もう一つぐらいアンダーワールドとかも入れてもいいんじゃないかなとちょっと思ったりもするんですけども、6年ぶりに9枚目のアルバムを出しまして、まあこれも成功を収めるわけなんですね。そして2017年にですね、映画のトレインスポッティング2が公開されてですね、僕これ残念ながらまだ見てないんですけど、これを音楽をリック・スミスが担当してますね。いつかいつか見ようと思ってて、なかなかまだ見れてないんですけども、絶対見たいとは思ってます。そして2018年にですね、未発表曲とか、まあ、新曲とか映画音楽などの曲をですね、毎週リリースするということを目的としたドリフトシリーズっていうのを発表します。ミュージックビデオと曲っていうのをこう毎週出し続けるっていうプロジェクトになってますね。で、2019年にこういった毎週出された曲をまとめたドリフトシリーズ1っていうですね、アルバムを発売します。このアルバムがアメリカのダンスエレクトロニックチャートで8位、イギリスのダンスアルバムチャートで3位で、日本のオリコンでも69位に入ります。で、このドリフトシリーズだけでいくつかアルバムを出しているので、まあ、興味ある方は聞いてみていただければと思います。このドリフトシリーズもめちゃくちゃかっこいいです。まあそして、まあ今に至るというわけなんですね。それ以外にもいろんなシングルとか EP とか、まだまだこれ言ってない、あれ言ってないっていうのはたくさんあるんですけれども、なるべくは短くわかりやすく説明をできたらいいなということでですね、紹介させていただきました。そして2024年の8月17日と18日のですね、サマーソニックフェスティバルの東京と大阪があるんですけれども、大阪の方にアンダーワールドが出演します。まだ現段階では第一弾アーティストしか発表はされていないので、詳しい詳細までは出てきてはいないんですけれども、で、現在はアンダーワールドはまあ絶賛ヨーロッパツアー中になってて、まあ相変わらずホームページ見たんですけども、ソールドアウト、ソールドアウト、ソールドアウトとすごい人気ありますね。去年からテクノ系のアーティストのケッタマというアーティストとシングルを割と出してたりもして、これも結構かっこよかったりもしていて、
アルバムは、まあ、まだ出していないんですけれども、まあ、サマソニーに来日するということで、非常に楽しみではありますね。まあ、僕が単独公演で見に行った時もそうだったんですけど、まあ、ほとんどの確率って言ってもいいとは思うんですけど、ボーンスリップはやっぱ書けるんじゃないかなっていう感じはしますよね。あれはもうなんていうかな、誰かがどっかの記事で書いてあったんですけども、天国的なシンセサイザー、天国的な音色みたいな感じで書いてあったんですけど、なんか本当にそんな感じしますよね。あの映画の最後で、まあちょっとなんていうかな、新しい世界に向かっていくぞというような、こう希望に満ちた主人公がこう歩いていくところにボーンスリッピが流れる、なんか未来に満ちた音色、あのシンセ聞くとなんかこうちょっとこう未来的な感じがしますよね。トゥン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 っていうあのフレーズを考えたアンダーワールドは、まあすごい、本当にすごいですね。なんかこう前向きに行こうとか、前に進んでいこうっていう風ななんか気持ちにさせられるようなフレーズですよね。でもどっちかというとボーンスリッピってそんな口ずさめるっていう感じの曲じゃないので、 Always Love the Film の方が Heaven Heaven っていうね、あれを結構なんかここ最近すごい口ずさんじゃうので、声に出すのはこっちの曲かなっていう感じはしますね。まあ、それ以外にももう本当アンセム名曲がある、まあ、20世紀そして21世紀を代表する、まあ、テクノユニットですね。カールが現在67歳でリック・スミスが65歳ですね。今後もぜひぜひ70歳80歳とおじいちゃんになっててもやっててほしいなというふうにも思ったりもしますね。いかがだったでしょうか。ぜひぜひ参考になっていただければよかったかなとは思います。ありがとうございました。